この固有の性質を生み出すデータは、人間がしょっちゅう映画に行ったり、異性の左目を覗き込む機会は一度たりとも逃さないといったことのおかげで、現代人全体の中にしっかりと根を張っていますが、この性質から生じるあらゆる誤解を避けるために、先ほど言ったように、この導入部的な章を本のページを切らなくても読み通せるような形に印刷したいのです。さもないと書店主はあなたにいわばケチをつけ、そして必ずや餌を飲み込んだ魚を逃したりすれば、お前は漁夫よりバカではないかという文句に定式化されている書店主一般の基本原理に従って行動し、あなたがページを切ってしまった本の払い戻しをするのを拒否するでしょう。私はそうなることをいささかも疑いません。実際、書店主というのはそれくらい良心を欠いているのです。書店というのはいかに良心の欠如した存在であるかという私の確信を生み出したデータは、私が職業的なインドのファキールだった頃、ある超哲学的問題を完全に解明するために、現代の書店主やセールスマンが買い手にうまく取り入って買わせる際のテレンテクだ。それは実は自動的に形成された精神を連想に従って表現したものに過ぎないのですが、になれる必要があった時に私の内部で確固たるものになったのです。こういったことについて私はよく知っているし、また私に降りかかってきたあの不幸な出来事以来、極端に巧妙盛大で潔癖になっているので、私はあなたがこの私の最初の本のページを切る前に、本書の第一章を非常に注意深く2度3度と読み返されることを繰り返し言わずには、いや警告せずには、それどころか涙ながらにお願いせずには折れないのです。しかし万一私のこの警告にもかかわらず、あなたが私の著作の内容をもっと知りたいと言われるのであれば、私はもうあなたがその旺盛な食欲で自分の健康のためだけでなく、周りにいる人たちの健康のためにも読まれたものをすべて消化してくださることを正真正銘の魂の底から祈るばかりです。ここでわざわざ正真正銘の魂と言ったのには訳があります。私は最近ここヨーロッパに来たのですが、それ以来人間の内的生命にのみ属するべきあらゆる聖なる名を場所柄や時もわきまえずに乱用するのを好む人々、つまり何かというとすぐ誓う人々と会う機会が増えました。そこであの格言を信奉しているこの私、つまりすでに告白したように何世紀にもわたって定着してきた民間伝承の知恵を秘めている格言、それも理論的なものばかりでなく、現代人は何事によらずこれだけに従って行動していますが、実践的な格言の信奉者でもあり、従ってこの場合には郷に行っては郷に従えという言葉で表されている知恵を含む格言を信奉するこの私は、ここヨーロッパで確立している習慣、すなわち普通の会話の中でみだりに神の名を呼ぶという習慣との調和を乱さないと同時に、モーゼの聖なる口によって宣言された戒律、すなわちみだりに聖なる名を口にするなかれに従って行動すべく、今流行している焼きたての言語の一つ、つまり映画を使うことにし、英語を使うことにし、それで今後は必要な時には私の英語の魂で誓いを立てようと思います。ここで肝心なのは、この流行の言語では魂、ソウルという語と足の裏、ソウルという語とが発音ばかりか綴りまでとてもよく似ているという点です。私のこの本を買おうかなと考えておられるあなたはどうか知りませんが、私は一風変わった性格なので、現代文明の中に生きる人々がこういった状況を生み出したことに対して、つまり
我らが共通の父なる創造主が特に愛してくださっている人間の中の最も高貴なものが、往々にしてそれがいかなるものであるか分かりもしないのに、こともあろうに人間の体の最もそやで汚いものと同様の名で呼ばれたり、それどころかほとんど同じようなものだと理解されていることに対してどうしようもない怒りを覚えざるを得ないのです。さてさて、言語学的な考察はもう十分でしょうから、この幕開けの章の主要課題、すなわち読者の中でも私の中でも未だにまどろんでいる思考をかきたて、それを同時に読者にある警告をするという課題に戻ることにしましょう。私はすでに頭の中でこの本の計画を順序立てて組み立てているのですが、それが紙の上で実際どのような形を取るかは、率直に言って私自身まだ意識的には考えていません。しかし潜在意識の中ではすでにはっきりとこの本はいわば辛いものになり、全読者にあの赤唐辛子がかわいそうなトランスコーカサスのクルド人に与えたのと同様の効果を与えるような形をとるであろうと感じています。さて、あなた方はすでに平凡な田舎者であるあのトランスコーカサスのクルド人の話に馴染まれたと思うので、そこで私はすでに計画を立てたこの本全体の序章にあたるこの一章を続ける前に、あなた方のいわゆる純粋なる目覚めた意識なるものに次のことを知らせておくことがぜひとも必要だと考えます。この警告の章に続く各章において私は意図的にある特定の順序で、しかも特定の倫理的対比形式を用いて考えを述べることにより、いくつかの概念の最も重要な本質が自動的にあなた方の目覚めた意識、無知ゆえにほとんどの人がこれを真の意識と考えていますが、私はこれが架空のものであることを断言し、実際に証明してお見せするつもりです。から、あなた方が潜在意識と呼んでいるもの、つまり私の意見では人間の真の意識に他ならないものの中に入っていくようにし、そしてこの変化が一個の人間の全体性の中で当然起こるべき変容をやはり自動的に引き起こし、そしてそこに彼自身の意識的思考活動が加わることによって、一脳あるいは二脳の生物にはない、人間にこそふさわしい、人間こそが持つべき成果をもたらすようにしたいと考えているのです。私は以上のことを断固として実行するつもりです。もしこれがうまくいけば、今言った通りあなた方の意識を目覚めさせるべく計画されたこの序章も十分にその目的を果たすでしょうし、さらにはもしあなた方の私に言わせればまだ空想的なものに過ぎない意識だけでなく、真の意識、すなわち潜在意識と呼ばれているものまで目覚めさせることができれば、あなた方は生まれて初めて能動的な思考というものをせざるを得なくなるでしょう。一人一人の人間の全体性の中には、遺伝や教育には関係なく、二つの独立した意識が形成されており、その二つは機能においても、表現においてもほとんど何一つ共通点を持っていません。第一の意識は、あらゆる種類の偶発的なものであれ、他人が意図的に生み出したものであれ、ともかく機械的な印象を知覚することによって形成されています。その印象中には、本当は全く中身のない様々な言葉の原因的調和をも入れなくてはなりません。一方、第二の意識は遺伝によって伝えられた、すでに形成されている物質的結実とも言うべきものから形成されていますが、この結実はすでに人間の全体性の中のそれに呼応する部分と混じり合っています。また同時にこの意識はすでに自分の中にあるこの物質化されたデータが連続的に互いに対立するよう意図的に刺激することによって生じるデータからも形成されています。このように人間のこの第二の意識、すなわち潜在意識と呼ばれているものは遺伝や
自分自身の意思で生み出した対立から生じた物質化された結実から形成されたものでありますが、私に言わせればこの意識の活動こそが人間の体を支配すべきなのです。私のこの意見は長年にわたって素晴らしい好条件の下で何回も実験を繰り返すことによってたどり着いたものです。以上、私の確信はあなた方から見れば苦悩する精神が生み出した空想だと思えるでしょうが、しかし今では私はあなた方にもお分かりのようにこの第二の意識を無視することはできません。それに私の本質は以下の章の序文となるこの一章があなた方のこの二つの意識の中に溜め込まれた知覚にまで届き、それを揺さぶるという目的が達成できるようにこの章を組み立てるよう私をせき立てるのです。以上の計画に基づいてこの章を書き続けるにあたって、私はまずあなた方があると信じておられる空想的な意識にあることを知らせておかねばなりません。それは私の性格が形成されてきた期間を通じて、私という人間全体の中で3つの明確ではあるが一風変わったデータが結晶化し、そのおかげで私は私と接触のある人々の中に深く根を下ろしていると考えられるあらゆる概念や確信をいわば混乱させ、まごつかせることにかけては実に素晴らしい手腕を持つに至ったということです。ほらほらほら、私はもう早くもあなた方が真の意識と呼んでいる偽の意識の中で、あなた方がおじさんやお母さんから遺伝的に受け継いだある主要なデータ、つまり何に対しても好奇心という衝動、確かにそれは素晴らしいものではありますが、をかきたてるあのデータがちょうど盲目のハエのように煽り立てられているのを感じることができます。要するにあなた方は新米物書きで新聞に名前も載ったことがないこのような私がなぜ突然そんな素晴らしい腕を持つようになったのか一刻も早く知りたいと思っておられるのでしょう。ご心配には及びません。私個人はたとえあなた方の偽の意識の中だけであろうと、そのような好奇心が生まれたことを非常に嬉しく思っているのです。というのも、私はこれまでの経験から人間にふさわしからぬこの衝動が時としてこの意識からその人間の本性に入り込み、そして人間にふさわしい衝動、すなわち知識への欲求という衝動に変化しうることを知っているからです。この衝動はたまに起こることですが、現代人が何かに注意を集中するとその本質を鋭く知覚し深く理解するのを助けてくれます。だから私は今あなた方の中に生まれたその好奇心を喜んで満たしてあげようと思っているのです。さあ、よく聞いて私の期待が正しかったことを証明してください。私のこの得意な人格は客観的正義を生み出す意図高き審判席に列する個人たちばかりか、ここ地球のほんの少数の人間たちにも嗅ぎつかれてしまいましたが、これは前にも言ったように修行時代に私の中に形成された3つの二次的データにその基礎を置いています。このデータの第一のものは、それが生じた瞬間から私の全体性を導くいわば主要な操縦桿となり、他の2つはこの最新のデータに養分を与えて完璧なものとするいわば活性化の源泉なのです。この第一のデータが私の中に生じ始めたのは、私がまだほんのマルポちゃんのチビだった頃のことで、その頃はまだ我が敬愛する祖母も100歳を超える高齢にもかかわらず生きていました。祖母が死のとこにあった時、どうか彼女が天の王国に入っていますように、私の母は当時の習慣に従って私を祖母のベッドに連れて行き、私が祖母の右手にキスすると、我が敬愛する今は亡き祖母は死につつあったその左手を私の頭に乗せて、ささやき声ではあるが非常にはっきりと次のように言いました。